めちゃめちゃ美味しい。すごい。これ全部レンジなの？で、ナスがさ、すごいトロトロじゃん。せーの、いただきまーす。乾杯。チンチン。はー、おいしい。あー、おいしい。こんな感じです。あっち。熱いよ。ナスですね。ナスですよ。おいしそう。
めちゃめちゃ美味しい。ごま油が、ナスの風味とごま油がきた。うん、美味しい。うまこれはヒットじゃない？うん、めちゃめちゃ美味しい。ハイプを進む。美味しい。うん、ナスと舞茸の、うんうんうん、まあ、レンジで作る煮浸しみたいな感じ。レンジなのこれ？これ全部レンジ。すごい。これ全部レンジなの？全部レンジだよ。もう切って調味料を入れてレンチンするだけ。で、ナスがさ、すごいトロトロじゃん。うん、これ冷やしても美味しいんじゃない？あ、絶対うまい。さ、ぜひこれを。うん、いいかも。普通し辛味はちょっと欲しいかもしれない、うん、このメニューには。ゆず七味推しだね、最近。そうなんですよ。うん、前からだけど、これはゆず七味合うでしょ。合うね、これ合う、めちゃめちゃ合う。これで完成形でもいいかもしれないよ。うんうん、すっごい美味しい。美味しいでしょ。合うね、うん、かなりこれドンピシャだと思うね。いや、またこのホワイトソースに、これは本当合う。ゆず七味大丈夫だめだ。あの、辛味が欲しいわけじゃないの。ゆずの風味が欲しいの。ゆずの香りが欲しいのよ。プラス辛味がちょっと入ってるといいから。だからこのゆず七味、これがいいんですよ。はい、では今回はこの辺で。せーの、ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたら、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。